東京都交通局6000系電車秩父鉄道5000、系電車秩父鉄道5000系秩父鉄道5000、系電車は秩父鉄道の通勤系電車。東京都交通局6000系電車を中古車として譲り受けたものである。普通列車用の2000系が、比例棒、かつ他車と異なる18メートル級4両、編成であったため、その代替として1999年に入線した。 全車両が1972年に都営地下鉄三田線の日びや三田延長の際に製造されたものでアルナ港規制である。また、秩父鉄道入線前の1990年代初頭に京王重機整備の出張工事による車体更新及び冷房化が実施されている。3両4編成が運用に就いたが2011年の事故で1編成が運用離脱し、 以後は三編成の運用となっている。2008年現在、優先席部分のつり革が三角形で、黄色のものに取り替えられている。基本的に確定用に限定して運用されている。休行、秩父路用の車両が、検査等で運用を外れて、車両不足が生じた際には、一時的に休行運用につくこともある。種別幕に休行表示があるのは、このためである。 5004号編成は、2011年11月1日に、樋口、野間駅間の踏切で、ダンプカーと衝突する事故を起こし、運転手と乗客4名が負傷した。手は5004は大破し、編成の3両すべて運用を離脱した。ありがとうございます。